皆さんこんにちは。ちょうど、昨日ですね、昨日ライブやって結構180人ぐらい同時に見てくれてるっていう話で、今回結構良かったなって、でコメントなんかも結構勉強したいとか独立考えてるとか結構入ってたんで、なんか見れないんですけど、今昨日のやつパソコンでわーって入ったコメントで、なんかお金まで課金してくれた人いるんですけど、それちょっと見えなくて、どうやって見ればいいんかちょっと分かんないんで、見方分かると逆に教えてほしいぐらいですけど、そういう中でもうなんか気合入ってきたんで、せっかくなんで独立の話だとかなんだっていうのをやろうと思って、まず今日は第1回、これ気合入ってるんですけど、そのどれぐらいの位置のね、もう従業員抱えてやってる人もいれば、これから独立考えてる人っていろいろいると思うんですけど、まずは、いつ独立するか、いつ独立したらいいかっていうことをちょっとお話ししていこうと思うんですけど、ちなみに塗装の職人さんって、今ね、これ聞く人は従業員でやっている人がいると思うんですけど、そもそも何ちゅうかな、独立した方がいいのか独立をしない方がいいのかって、悩んでる人もいると思うんですけど、まず僕の考え方は一つ、どっちもメリットがあるかなみたいな感じです。ちょっとここにカンペ書いてあるでね、ちょっと見てるんですけど、まず僕が従業員、いつも社員に言ってるのは、ちょっと斜めかな、社員に言ってるのは、まずその何て言うかな、せっかく従業員でやってるんだったら、やっぱ会社成長させて、やっぱ自分のポジションがだんだん上がっていかないと、意味ないっていうか、だったら独立した方がいいんじゃないお前って、そんな自分のことしか考えないなら独立した方がいいんじゃないとか、いろんなこと言うんですけど、組織のいいところと個人のいいところって違うと思うんですけど、まず組織によると、社会保障も入れるし、入ってないと思うんだけどね、一人親方で日給月給の子もいるんですけど、安定っていうことはあんまり好きじゃないんですけど、やっぱ仕事が毎日きっちりあるとか、で、例えばなくてもね、事務所の掃除しろとか、資材置き場の掃除しろだとか、いろんなことがやれるっていうのもメリットだよね。で、それプラスやっぱり組織っていうのは、下がどんどん会社の、なんかウィンウィンになるっていうか、僕はもういつもそれを考えてるんですけど、従業員と俺がウィンウィンになんないと、やんないようにしてるんですけど、なんかお金儲けのためとか、なんかそういうのじゃなくて、なんかウィンウィン。だから、俺はもっと職人さんを増やしていきたいし、でそれってお客さんにとってもプラスだし、ね、自分その経営者にとってもプラスだし、で職人さん今おる子たちにとってもプラスじゃないですか。それなんでって言ったら、後輩ができることで自分の給料が上がるだとか、でポジションが上がって何人も連れて大きい物件がやれるようになるだとか、いろんなメリットがまず一つあると思うんですよ。でなかなかね、そういう中で一生懸命やっぱ職人さんってやれば、チャンスって転がってくると思うんですよね。だからよく、もう一個よく言うのが、そのお前がちょっと仕事ができるようになったぐらいで給料なんか上がらへんぞって、仕事が、もちろんできるように一生懸命頑張るっていうのは大事なんですけど、やっぱり仕事を大事にできない、じゃあ俺仕事できるから新しい後輩がやってきて、あいつ使えないからいじめちゃうとか、お前全然もっと一生懸命やれって一生懸命、それ言うのはいいんですよ。僕も本当に職人を叩いて育てたじゃないですけど、もう42なんで、そういう時代に生まれて殴られて育ったんで、なので僕もやっぱ叩いて、育てたこともないって言ったら嘘だね、何回かは あります。正直こんなね、今すっごい仲いいけど、昔もその可愛いやつしか叩いたことないしね、その嫌いなやつは叩かない、もう俺嫌いなやつは喋んないから、もうそもそも社員でも、だからその何ていうかな、厳しくしてあればいいし、後輩でも厳しくしたらいいんですけど、ただなんか自分のことしか考えてない厳しさと、なんか周りのこと考えてる厳しさ全然違うと思うんです。だから僕はせっかく従業員でやるんなら、やっぱ会社が成長して自分のポジションが上がっていって、
ね、あの部下が広がってこうやって、ね、ピラミッドじゃないけどなんかそういう形になっていくべきだし、ね、まあこれ聞いてる人の、まあ、中心で喋んないといけないけど、もしそういう親分じゃなかったら、ついていってる人じゃなかったらもうやめた方がいいと思う。だったら独立した方がいいと思いますよ。で僕もいろんな、まあ、先輩とか、まあ、すごい好きな先輩だったし、いろんな、ね、先輩の下でも仕事やって、結構もう僕らの時代はそのもう18区から独立じゃないですけど、そういう世界みたいな、なんかで誰々と一緒に仕事一緒にくっついてやる、誰々くっついてやるみたいなところがあったんで、まあもう20歳とかぐらいかな、まあ、18区とかもうなんか先輩とくっついていろんな行って、だって給料もらえんかったとかもありますけど、うん、まあでもその時はすごい好きでその人についてて、でもその人が自分の今日のねお金しか考えてないとかだったら嫌じゃん、うん、だから俺はまあ辞めてね違うところに行ってとかあったんですけど、だからそのみんなも今ついていってる親方が、まあ、やっぱ将来会社はこういう風にしていきたいみたいなね、これ今5人だけど、まあ、10人でも20人でもいいんだけど、これもこの30人にしていきたいとか、営業自分たちでやれるようになりたいとか、なんかそういう未来があれば、俺は別に従業員の方がいいんじゃないと思うぐらい。だってチームの方が強いもんね。俺もだって一人で、よくおるじゃん。一人ですごい金稼いでる人っているけど、俺はなんかもう、そういうモチベーションもないし、なんか、うん、まあ仲間でこうやって集まってやってるから。まあ今日もこれ土曜日撮影なんですけど、みんなも働いてるからなんか自分が生まれる。うん、だけど、昨日ね、ライブやって、もうすごい楽しかったから、この、冷めないうちにやろうと思って、ちょっと今日頑張って日曜日、まあ、これから今日も撮るつもりなんですけど、うん、まず独立についてか、まあ、話がずれていっちゃったな。うん、で、うん、まあ、まず本当に独立するのが全てじゃないな。だっていい人に出会えたら、俺はついてった方が面白い。もう僕はもうずっとその、ありました。いい人についていきたいというか、うん、なんか僕も今でも自分で思うのがナンバーワンタイプじゃないんですよ。なんか盛り上げてケツから拾ってなんか、うーん、まあそういうのが得意かな。で嫌なこと言うのはちょっと本当に気遣いなんで、なんか本当サイコパスみたいな人いるじゃん。何でも言えるみたいな人。俺はまあどっちかっていうとなんか恥ずかしいからあんま言えないですよ本当に。でなんか溜めて言う方だから、まあ社員とかね、職人さんとかもにも取っても、やりづらいところもあると思う。俺結構貯めるからね。でバーンって爆発して、お前ら意外にしとけよみたいなのが、その、1ヶ月前のこと言い出したりするときあるんで、たまにね。お前らこうだろうって言って、お前あの時言ったよっていう、あの時がもう1年前みたいなとこ、結構あるんで、だから、難しいと思う。だから俺はもう本当にすっげえ尊敬できる人、まあそれこそ、なんか、ね、まあ会社名とか出していいかわかんないけど、ね、うん、まあやっぱいるよねそういう人、うん、でまあわすごい伸びとる人の下についてってナンバー2やれたらよかったなって、まあ、それでやってたらそのね、まあ、面白くないってなってたかもしれないからちょっと分からないですけど、うん、だけどある程度自由にさせてくれる人がいいけどね。なんかもうキチ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 細かいことばっかり言ってなんかもうねなんか正論ばっかり喋るようなやつはあんま好きじゃないんで、どっちかっていうとまあ好きにやってみみたいな、うん、ただそのうん、まあ上におるからこの人の下で好きにやれるっていう、うん、人の下でやったら俺も自分もっと伸びるだろうなと思ってるし、うん、どっちかちょっともうちょっと自己管理が甘いとこあるんでたまに、うん、ちょっとだね、うん、まあそれはありますよ。だってみんなもまあまあ独立するかどうかが、いつ独立するかどうかがテーマだから、ちょっと話がそれていっちゃってもあれだけど、うん、まあまずそこからかもね。独立するんか、この人についていくんか、で、塗装屋さんって、今これ、まあ、聞いてるのは塗装の職人さんが多いと思うんですけど、絶対いいと思うんですよ。僕、トビから始めたんで、トビ職でも足場じゃなかったから、その鉄骨とかそのゼネコンの下請けとかそんなんだったから、なかなか独立って難しいんだよね。よっぽど、その、やっぱある程度年になってきて、現場が一個鉄骨でね、受けれるとか、足場材料持ってるとか、トラック持ってっていう、相当なとこまで来ないと、ゼネコンの仕事なんかやれないでしょ。だから、まあ難しいところにおったから、まあ塗装ってさ、まあうちのも協力業者さんとかにね、一人親方いっぱいいるけど、まあ比較的独立はしやすいじゃん。ただそこで止まる子って多いから、俺はもうもっとね、従業員抱えて、若い衆抱えて、
一緒に伸びていきたいっていうかね、塗り替え道場と一緒に、じゃあ今3人いますとか2人でやってますとか1人でやってる子っているけど、じゃあこれが塗り替え道場がこうね何百人って職人になった時に、じゃあ20人使ってます10人使ってますみたいな、でまあチーム塗り替え道場だと思うんですよね、どこまで行っても、うん、だからまあうちはあの広告宣伝でもまあ全部あの 100% 自社職人ってなってるのはまあそこで、まあ、防水とかはちょっと違う面もあるかもしれんけど、まあ塗装足場に関しては自社職人ですっていうのは、うん、まあそういう考えもあるし、でうちはもうそのね教育業者も来てもらったらずっとうちでやってもらうか、もう予想やっちゃダメよみたいな感じだから、ノリとしては、うん、だから、まあ、自社職人、まあ、話がずれちゃうのは俺なんかこうか昨日ねライブはちょっと逆に難しいんだけど、コメントが入ってね、なんか話したいこと話せなかったから、もうこれちょっとライブじゃないなと思って、この仕事のことは。ちょっと今動画撮ってるんですけど、まあほんで、LINE やってもね、すごいいろんなコメントくれたから、まあそれも参考にしながらちょっと今日テーマ考えてるんですけど、まあいつ独立するかだよね。ちょっと戻します話を。で、いつ独立するかに関しては、まあまずそう、誰についていくか、で独立するかどうか決める。で、ちなみにもう独立するって決めたんなら、もう早い方がいいと思う、俺は。別に18からでも独立できるし、ね、じゃあどうやって仕事もらうのとか、まあそういう話は次、まあこの後ね、もうこれまた一本取れるで、ちょっとその尺があれだね、ちょっとあれだと思うんですけど、うん、まあまず、うん、いつ独立するかは、本当にもう、16、7はちょっと無理だな。でも18でも20歳でも仕事がじゃあどれだけできるかとか、まあ僕は正直あんまり関係ないと思う。ちなみに俺はもう仕事を経営者になった方が早いぐらい、トビでも、まあよく言われた。塗装屋さんでもそうだよね。俺、まあ愛知右腕、まあ今多分、まあ一番強いって言ったらこれどう見てたりなんか文句言われる、コメント言われるかもしれんけど、まあ B2C、一般の戸建てとかね、マンションとか、直接請負いでは多分一番強いと思うんだけどな。うん、まあこれ俺の主観だけではないと思うんですけど、うん、まあ愛知右腕は敵なしって歌っとるぐらいなんで、あれですけど、じゃあ、もっと料理仕事、もうなんか塗装なんか全然だからね。うん、だからもっと料理仕事できる人もおるし、で、うちの職人よりも仕事できる人もおると思うんだわ。だけど、そういう人って従業員でやってる人も多いしさ。うん、だから、それが別に会社のスタートじゃない、ないと思うんです。経営者になるっていうのは俺はそういうことじゃないと思うから。うん、だから独立するイコール仕事がめちゃくちゃできなきゃいけないっていうのは、まあ、まず違う。うん、だからまあ、独立するイコール、うん、まあ、まず一番大事なのは、もう独立ってことは、もう法人って書くぐらいじゃん。なんか法人って、なんか法の人って書くじゃんね。だから、個人じゃないでしょ。もう自分じゃなくなっちゃうから、人のために生きる覚悟みたいなのがいるんじゃないかな。なんか責任？それって、その従業員抱えてなくても。まあ、こういう感覚ない人とある人っておると思うんですけど、でもうちのね、人親方みたいな子たちはみんなそういうところある。やっぱ会社のためにっていうか、仲間のためにって思ってる。もう10年おる協力してる。うちの従業員より古いからね。うち職人抱えてやるよりも古い十何年おる人親方とかもうめっちゃいるから。だから、うん、まあ、みんなのためにだよね。自分がじゃあ儲かったらインチキしやいいのかとか、まあそういう考えたら俺も絶対独立しない方がいいし、だったらもう従業員でインチキしとった方がいいよね。まあそんなこともうちもいらんけど、だけど法人でやるってことは一人ですよ。まあ個人経営でもいいんだけど、同じだけど経営者になるってことは、まあ人のために生きるっていうか、まあまあまあ、絶対続かないもん、この時代は。まあ、昔だったら分からない、インチキ。まあ今もおるけどな。ちょっと携帯、ごめん、マナーにすみません、撮ったな。携帯どこやった？ごめんなさい。うん、だから、うん、まず、まあ18でも、うん、もう全然いるよ。俺の周りでも全然いたしね、18から独立してる人も。うん、ただ、その、自分が仕事できないから、単価、じゃあ僕は、ね、じゃあ、よその人が2万円もらってるけど、1万8000円でいいですとか、1万6000円でいいですでもいいと思うんですよ。本当にね、僕も最初会社作った時なんかすっげえこだわってなんか契約書作ったりとか、でそんなんもう何もいんない。もう口頭でいいし、でいや、口頭でお金騙されないですかとか、で俺は騙されたこと、まあぶっちゃけ何回もあるけど、だけど、そうなんかもう、ね、まあそれはまあ僕はまあブワーッと急拡大したいっていうなんか最初焦りがあったんで、そういうのがあったけど、別に、まあまずは先輩とかね、知り合い、あそこの塗装屋さん、まあ自分で従業員でやってたら知り合いのとこもおるじゃん。でそういうとこから、
ね、1万3000円でいいですでもいいんだよ、まあ、会社じゃないじゃんそんなんて言われても、まあ、作業者のガソリン代からもう学びなんで 1万5000円でいいですからでスタートでいいと俺はまあもちろん本当に思うし、うん、まあうちにそうやって来た子もおるし今もおるよ足場でもこれから、うん、まあこれ見てるとあれだってね、まあ、どこまで俺直接話してないからその足場のねチームと直接その子たちでやっとるもんね、まああれですけど俺が聞いてる話はこれからやっぱ足場自分たちでやっていきたいから安くてもいいんでって言ってまあ一緒に今やってるみたいだけどだからそれはウィンウィンじゃんね、うん、でこっちにとってもあ まだまだ坊主で全然できんしもうお前ら足場じゃねえじゃん飛びじゃねえじゃんでも、うん、これから一緒に伸ばしていこうって、うん、まあうちはもう本当にそうだけどねで従業員雇うっていうのもそうでしょ素人を雇って営業マンでもそう、事務でもそうだけど、うんまあ、分かんない人を雇うっていうのはそうじゃん。それでも給料1、2万払うんだもんね。だからって、だからちょっとできたぐらいで給料すぐ上がるかって言ったらそうじゃないだろって。うん、で俺はもう、まあ、従業員にも言ってるのは、お前が仕事できても給料なんか上がんない。会社が大きくならないと給料上がんないから。で、はっきり言ってます。で、うちはもしこの位置で、この会社でそのままいたら、まあ多分従業員の給料は誰も上がんない。究極はね、俺の給料もだって上がんないもんね。俺がどんだけスキルは、まあ、最近 YouTuber やったからスキル上がってるでしょ能力またいっぱい YouTuber っていう能力ついたからね、うん、スキル上がってると思うんですけどじゃあだからって俺の距離なんか上がんないじゃないですか、まあ、それと同じだし、うん、だから、うん、まあ、まあ、どんどん話しといていくなもうあれもう10分喋ったからしまったストップウォッチ回す予定だったけど忘れちゃったなちょっと待ってね、まあ、時間これノア編集ねちょっと顔寄ってちょっと見苦しいところ見せますけどうんまあこのもんかでもまあ、うん、まあ独立したいならもうすぐした方がいいもう本当にまあでついてってる親方がクソだったら、まあ、すぐやめた方がいい、うん、で職人で一生懸命毎日本当にやってたら、うん、商談はどこでも使ってもらえるし、うん、あとはまああとはまあそうそう最後にこれ言ったらまたつまんないやつについてってろうが何しようがこの会社面白くないって言ってろうが何しようがもう今日はしょうがないからこれ動画見た瞬間から、まあ、昼の休憩に見たんだったらまあまあ今12時3分ですけど、まあちょっと多分夕方だな、上がっちゃうのは。だけど、まあ明日から本当に一生懸命やった方がいいと思う。俺はもう本当にそれしか考えてない。で、最近特になんか本当に経営者になって何年もして、最初はなんか5カ年計画とか3カ年計画とか本当に作ってたんですよ。でもそれって本当もう邪魔でしかないんだな、最近なんか。まあもちろんサクッと3年計画、5年計画って、もっとなんかライトな感じで作ってますけど、でももう今日一生懸命生きるしかないっていうかまあまあもちろんゴールがあって今日一生懸命生きれるんだけどねだけどそんな単純じゃないじゃんなんか仕事なんてあ単純じゃないじゃん複雑じゃないじゃんかもっと単純じゃんってなんか現場でなんか俺は5年後にこんなでかい目標を立ててるからって言って今日仕事するんじゃないんだよねじゃなくてだったらもう現場行かないしやめた方がいい明日目標が大きかったらもう今日やめた方がいいしそのうまくいかないんだったらねよりももう現場に立っちゃった以上、うん、一生懸命やるとかねで今日帰ったら誰かに一本電話入れるとか本当に俺そっから始まってもう今のこの12年かな3年もう4年ぐらいになるのかな14年目かな14期目かな、うん、でまあまあその経営者になる前もそうだけどもう本当に今日毎日一生懸命生きただけど本当に負ける日もあれば勝つ日もあるけどもうそんな連続あ今瞬間思ってもう今日の動画もそうなんですよ土曜日だからあれだけど、まあ、昨日せっかくライブ撮ったから、うん、もうこの熱がもう自分の性格分かってるからもうすぐテンション下がってくるんでだったらもう今日撮るぞって言ってもう今撮り始めてもうなんでバーって喋ってるから、ね、内容もちょっと緩いけど、まあ、こんなん10本20本撮ってきゃ喋り方も上手になるじゃん、うん、まあそう思って、まあ、撮ってますだから YouTube うちの YouTube も見てもらったら分かるんですけど一番古いやつなんか本当にしょぼい動画なんですよでちょっとずつあれでも削除していってるんですよね古いやつをちょっとずつだから相当しょぼいよだから、うん、そんなに気にしなくていいでなんか、まあ、そんな話をちょっと昨日、まあ、社員のこともしたけど頭近しんでコンサルタントみたいなことを一生懸命ずっと考えると飛び出せんくなるんだよね本当にすごいからで俺も今日ちょっと思ったのが YouTube 撮る前になんかさ一人で YouTuber みたいな人喋りうまい人いっぱいおるじゃんでちょっと真似しようかなと思っていろいろ動画見てたんですよ今日午前中だからねなんかテンションが下がってきちゃうなんか俺こんなうまく喋れへんわみたいな、うん、だからもうまずはやり出すことでこれに対してコメント悪口もどんどん書いてもらった方がいいなこれ一人のやつはどうせ承認しないから一人のやつないからだから
もっとこういう風にした方がいいんじゃないですかとか、こういう風だよねとか、映り画角がこうだよねとか、もっと近い方がいいとか遠い方がいいとか、声がちっちゃいとか大きいとか、もうちょっと例えばテロップ上出してほしいとか、言ってることが乱雑すぎるとか、もう本当にコメント欲しいね。いい意味でよくしていきたいから。ただその鬱陶しい言葉で書かれるのが俺嫌なんですよ。お前ら死ねえとか本当書かれるからね、こいつら鬱陶しいんだとか、なんか本当に書かれるから、まあ、それはもうイライラするだけなので、まあ、せっかくいい意見も聞けないわね。ね、だって言葉遣いだけはそんな気使った方がいいんちゃうのとか思うんだけど、まあ話はそれぜっちゃったけど、まあ、今日は独立の話だね。だからまあ、独立するか、まあまあいつでもいい。もう早いに越したことはないし、仕事なんかできなくても独立できるし、ただ単価の話なだけ。俺はもう本当に、そう、1年2年は本当にもう貧乏したよ。売り上げ1億円とかあったけど、貧乏したじゃなくてお金使わなかった。まあそれぐらい給料取んなかった。十何万だったね、本当に。本当に金使わなかった。従業員と酒飲む、まあ領収書で飲むけど、だって友達と一切遊んでない。もう1年間なんか本当に地元の連れとももう一切会わないぐらい仕事をして、お金使わんように使わんように。お金あんまりなかったからね、最初に。で、給料立て替えとかもあるじゃん。だから、そういう意味では、だって苦労しちゃい。だって18から独立するのはそれは苦労しちゃい。で、最初から1万8000欲しいとか2万欲しいとか、請負でやりたいとか、その早いわって。で、ね、まずは、9000円で使ってください。でも独立しててもいいんだよ。ね、会社の従業員とあれと違うのは、独立っていうのは明日すぐ、もうあなたとの契約切りますっていう、まあ明日すぐはちょっと困るかもしれないけど、そういう、インセンティブ、あ、動画撮ってる、ダメ。誰お昼ご飯どうしますか。あ、岩田ちゃんごめん、ちょっと、いいとこだ。これノンカットだけね。ちょっと、あ、名前使っちゃった。やばい、いい、使って。名前入っちゃったわ。これノーカットでもう投げちゃうんだな。いい。ごめん、あ、後でちょっと行くわ、ちょっと撮っとるね。で、まあ、そんな感じですね。まあ、こんな感じで止めようか。ちょっとカット入っちゃったから。まあ、そんな感じです。まあ、だから、独立して、皆さんが、まあまあ、成功するのもいいし、いい会社に勤めるのもいいし、まあ、でも本当に、もう俺も職員だったから、クソみたいなやついっぱい知ってるから、まあ、やめるのは早くやめた方がいいと思う。なんか本当にピンハネだけでやってんな、こいつと思うんだったら、まあ、続く必要ないもんね。いい会社いっぱいあると思うよ、俺は。うちの会社だけがいいとかじゃなくて、YouTube やってるからね、こうやって目立って、今。だけど悪いとこもいっぱいあるし、うちも。ね、僕はもう本当に、協力業者とかいろんな塗装屋さんと会うから、いい会社いっぱいあると思う。まあ、全国のいい塗装屋さん紹介してくださいってすごい答えないからね。答えないって言って分かんないし、俺も本当に。だから、そこはまあちょっと、ね、あれですけど。まあ、まず第1回終わります。ちょっと最後にこちゃっとしちゃったけど、名前言っちゃったけどね。はい、ありがとうございます。またねー。